後藤さんはそんな四六時中人のいるところには行きませんよ。ふむ、じゃあどこを探せば？教えて北博士。では解説していこうと思うわ。まず人がいなくてじめっとしていてナメクジが隠れそうなところを探すんです。こういう石の裏とかに張り付いているのですわ。ナチュラルに鬼畜だな。